Now! こんにちは、動物大好き土五郎です。皆さん、野生にはね、たくさんの動物がいるんですよ。野生の動物っていうのはね、たくさんこう触れ合うとね、すごい清々しい気持ちになるんですよ。今日はね、ここ外に出てですね、いろんな動物をね、探したいと思います。行ってみましょう。さあ、こういったところにもね、野生の可愛らしい動物がいっぱいいるんですよ。見てください、あそこ東海鉄ウサギという、この地域では非常に珍しい、おとなしいウサギなんですよね。人懐っこいのも特徴なんですよ。可愛いですね。こうやってね、やってあげるとね、すごい喜んでるんですよ。可愛らしいですね。うわっ、ちょっと後ろ、あれ、シバトラですね。シバトラ、このウサギを狙って、危ないです。ちょっと僕たちも離れましょう。うわ、これは見てください、シバトラがウサギをいじめています。ちょっとこのままでは危ないです。ちょっと助けてあげましょう。シバトラが苦手な水をちょっとね、かけてみましょう。聞いてますね、聞いてます。うわー、うわー、危ない、やばい、使いこなしてますね、使いこなしてます。ちょっとこれじゃまずい。シバトラはですね、洗濯バサミも弱いんですよ。洗濯バサミも急所の乳首に狙いますよ。聞いてますよ。おう、奪って使いこなしてます。やばいですね、やばい。このままではウサギが危ない、崩壊鉄ウサギの命が危ない。最後の手段、わさびです。今回の動画はどうだったかな？他にもおすすめ動画があるから、チャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。